PCC カー PCC カーこの項目ではアメリカやカナダなど世界各地に導入された高性能路面電車車両である PCC カーのうちカナダトロントの公共交通事業者のトロント交通局が運営する路面電車であるトロント市電に導入された車両について解説する1938年から1957年にかけて導入された心臓車両 譲渡車両の合計数である765両は来た。アメリカの路面電車事業者の中で最多であり、1995年に営業運転を終了して、以降も2両がトロント市電の団体用として在籍しているほか、各地の博物館や保存鉄道でも多くの車両が残存する。ワインレッドとクリーム色を用いた塗装から、レッドロケットという愛称で呼ばれることも多い。 1930年代、アメリカ合衆国やカナダ各都市に存在した路面電車では、バスや自家用車の発展に加えて、在籍する車両の老朽化が深刻な問題となっていた。その状態を打破するため、路面電車事業者や鉄道車両メーカーなどが参加した電気鉄道経営者協議委員会が1929年に発足し、流線型の車体や騒音、 振動を抑えた男性車輪や直角カルダン駆動方式、スムーズな加減速を可能とした多段制御などの最新技術を取り入れた高性能路面電車 PCC カーが開発された。発足当初、電気鉄道経営者協議委員会にはアメリカ合衆国の事業者や企業のみが参加していたが、1933年以降はカナダの事業者や 企業も招待される形で参加することとなった。その中の一つが、カナダの大都市、トロントで路面電車を運営するトロント交通局である。1930年代初頭の同事業者の主力車両は1910年代から1920年代にかけて導入されたピーター・ウィットカーであったが、1923年以降は、新造車両の導入が行われておらず、 輸送力増強のため新型車両の導入が求められていた。そのような事情もあってか、トロント交通局は初期に PCC カーを発注した事業者の中で最も多い140両という大量発注を実施しており、PCC カーが商業的に成功する大きな要因になったという見方も存在する。新造車両の車体や台車はアメリカ各地の企業で製造された一方、 最終組み立て及び車両自体の受注はカナダのカナディアンカーファウンドリーによって行われた。これはアメリカで最終組み立てまで実施した際に課せられる関税の回避が目的であった。カナディアンカーファウンドリーの PCC カーの組み立ての習熟を兼ねた試作車の製造を経てトロント交通局向けの最初の車両が納入されたのは1938年8月であった。 そしてカナダ国立博覧会での展示や、資源の路線での試運転を経て、1938年9月23日から営業運転を開始した。トロント交通局の PCC カーのうち新造車両は、合計540両で、1938年から1951年に、かけて8時に分けて導入が実施された。 最後の心臓車両である A8 が導入された1951年時点でも、トロント市電には440両以上の旧型電車が在籍しており、近代化のためにこれらの車両の置き換えが望まれていた。その一方、当時アメリカ合衆国各地では、モータリーゼーションの進展により、路面電車の廃止が相次ぎ、それらの中には PCC カーを使用していた路線も多く含まれていた。 そこで、トロント交通局は方針を転換し、これらの旧型電車を多数譲り受けする形での近代化を決定した。導入に際しては、トロント市電の期間に合わせた台車の改造に加え、各車種に合わせた追加改造も実施された。これらの車両の導入によって、トロント市電で運用される PCC カーの数は744両に達し、1947年に、 事故で廃車となった1両を含めた合計745両は、北、アメリカにおける PCC カーの最多導入数であった。新造車両、譲渡車両を合わせて744両の PCC カーが揃った1958年の時点でもトロント市電には100両以上の旧型車両が残存していたが、1960年代以降市電を運営していたトロント交通局は、 地下鉄の整備を進めると同時に、市電の路線の廃止を始めた。これに伴い余剰となった、ピーター・ウィットカーは1963年をもって、営業運転から退き、同年以降1980年代まで、トロント市電の営業用車両は、PCC カーに統一された。だが、それ以降も、市電の路線網の縮小は続き、1960年代後半からは、 老朽化が進んだ初期の PCC カーの廃車が始まった。そして1970年にトロント交通局は市電の全面廃止を発表するにまで至ったが、トロント市民による反対運動に加え、環境面や石油供給の脆弱性などの問題への意識の高まりにより存続の動きが高まり、1972年に一転してトロント交通局は 自然の永久存続を発表した。これに伴い、戦後に製造された新造車両を中心とした延命工事が実施されたが、同時期以降、PCC カーに代わる新型路面電車の開発が始まり、その成果として1979年から営業運転に導入された CLRV により、PCC カーの本格的な置き換えが始まった。 1980年代のトロント市電には CLRV や2車体連接車のアルブの大量導入が続き、1986年時点で PCC カーの車両数は90両にまで減少した。一方、利用客の増加や新規系統の開通により短期間での車両数の確保が必要となった。そこで既存の PCC カーに更新工事を施すことで、 新型車両の導入よりも安価で近代化を実施することを決定し、1986年に4 5 0後を対象とした大規模工事を行った。内容は1970年代に実施された更新工事よりも多岐にわたり、車体は屋根を残して新規に製造されたほか、電気機器や回線、暖房装置もすべて新品に交換された。 内装についても CLRV と同じスタイルの座席や床面への更新が行われた。これらの工事により4500号は心臓車両と比べて遜色ない状態となり安価で近代化が可能であることが証明された。これに合わせて4500号は車両番号が4600に変更され、以降導入された大規模更新車両とともに A15 という形式名が付けられた。 これらの車両のうち17両は当初 CLRV に類似した塗装を有していたが2両については座席や全消灯が導入時の姿に復元され車体の塗装も導入当初のワインレッドとクリーム色を元にしたものへと塗り直されたまた車体に描かれた車両番号も改造前のままでありこれらの車両は A15H という形式名で区別されたこの2両は トロント市電の臨時、団体用として改造が行われたものであり、従来使用されていたピーターウィットカーに代わって1989年から運用についた。また、塗装変更が行われた17両についても後年に一部が元の塗装へ戻された。1980年代以降も CLRV やアルブと共に営業運転に用いられた PCC カーであったが、 1991年に実施されたメトロポリタントロントの会議により利用客の減少に加えてバリアフリーの面で難があることを理由に A15 への更新工事の終了が宣告された。これにより1992年をもって A15 への更新工事が完了した一方、その前年の1991年には更新工事の対象から外れた PCC カーの営業運転が終了した。 さらに走行時に車輪から発せられる騒音が問題視されたことにより A15 についても1994年に定期運転から撤退し以降は各系統のラッシュ時の運用及び臨時運用のみに使用されたそして1995年11月28日トロント交通局は PCC カーの営業運転を終了することを決定し同年12月8日をもって トロント市電における57年にも及ぶ PCC カーの営業運転の歴史に幕が下ろされた。ただし、それ以降も A15H については引き続き、トロント交通局に在籍しており、2020年現在も団体、貸切列車に使用されている。また、多くの車両が廃車後、アメリカやカナダ各地の博物館へ譲渡され、A15H 以外の A15 も全車が現存し、 胴体保存が実施されている場合も多い。トロント交通局で使用されていた PCC カーのうち一部車両については保線に用いられる事業用車両への改造が行われた。前述の博物館での保存に加え、トロント市電で廃車となった PCC カーの一部は下機の路面電車路線への譲渡が実施された。これらのうち、機能車ストリートカーと M ラインは胴体保存を目的とした路面電車路線である。サンフランシスコ市営鉄道の保存路面電車系統であるカイラインで使用されている PCC カーのうちニュージャージートランジットから譲渡された1074はトロント市電の PCC カーの塗装をまとっている。ありがとうございます。